このコーナーでは何の前触れもなく視聴者様から届いた荷物をドキドキしながら開封して紹介して試飲までしてしまうというコーナーです。どうもクロスロードラボです。みーちゃんです。今日はですねこちら、あ、貼ったままだ。こちらは茨城県水戸市からですね、お酒って書いてあります。それでは開封していきたいと思います。はい。お、なんだ、ん、あー、え、え中身はね、こういう感じになってます。すごいこれなんですかね。まず手紙、春フレーバー。おーおーおー、春フレーバーのこれはアメリカンオークか、アメリカンオーク、うんうん、そしてアルコール液って書いてますね。スプレーボトル、あ、消毒に使ってくださいってこと。これはガラススプレー、ガラススプレーですね、うん、どういうこと。ガラススプレーってなんだろう。ガラススプレーなんだろう。で、タルフレーバー、水なら、はい、で、アルコール液、まあ、これはあの入ってない空のやつですね。で、ここからはい、これだけです。なんでしょうね、なんだろう、透明。あーなるほど、木内酒造のニューポット。なるほど、はい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 これを使ってくれと。はいはい、それにあれだ、タルフレーバーをね、入れてなるほどなるほど、これはもうあのありがたいですね。この間割とね、あのタルフレーバーが出来が良くてびっくりしたんで、試してみたいですね、これは。あ、すごい、木内の雫って書いてますね。これはウイスキーなのかな。リキュールって書いてます。日立のネストビールを3回蒸留して作り上げたスピリッツをオーク樽で3年間熟成させました。ロックや水割り等でお召し上がりください。ネストビールを3回蒸留して作り上げたスピリッツをオーク樽で3年。面白い。これちょうどこの間ウィスキペディアでさ、日立のね、やってたね、たよね、うん、原料麦、麦芽、ホップ、ハーブ、オレンジピール。どんな味するんだろう、気になる、楽しみね。そしてこれ何でしょうか。クラフトジン、あ、危ない。これももしかして東京ディステラリー、やさと、あ、やさと蒸留所って言ったら、あの木内酒造、これ全部同じですね。木内酒造さんの作ってるものですね。なるほど、なんかいいですねこれ。うん、この入れ物おしゃれね、症状入れるやつみたいな。ね、シンプル、うん。それでは手紙を読んでみましょう。このガラススプレーがちょっと気になるもんね。なんだろう、うん、あ、こんなおしゃれな紙に印刷されてる、ちゃんと。すごい、すごいね。背景クロスロードラボ様、突然の荷物の送付と手紙を失礼いたします。いつも動画を楽しく拝見させていただいています。中でも視聴者様から届いたシリーズは、見たこともないようなオールドボトルやレアボトルに加え、日本各地のお酒が紹介され、大変興味深く見ております。そこでご迷惑とは思いながらも、何かお送りできるものがないかと考えておりましたところ、先日アップされていた動画の中で、アマハガンのニューメイクに樽フレーバーを漬け込む実験を拝見し、これだと思い今回お送りさせていただいた次第です。今回お送りさせていただいた品物ですが、コロナ禍において一時期品薄になった消毒用アルコールの代替品として、茨城県にあります木内酒造が、今年から稼働を始めた八郷蒸留所を中心に蒸留したニューポットになります。タルフレーバースティックも、近所のスーパーで売っていたものを2種類お送りさせていただきました。近所のスーパーで売ってるんですね。売ってるんだ ね、やはり山桜は人気がいまいちなようで売れ残っておりました。なるほど、ここに山桜ないですもんね、うんうん。
木内酒造からは今後3年5年10年と熟成されたウイスキーがリリースされることと思いますので、そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。もし動画のネタとして使えないようでしたら、同梱させていただいたスプレーボトルに移し替えて消毒用にお使いいただければ幸いです。すごい、なるほど、そんな気遣いまでありがとうございますまたニューポットだけでは寂しいかなと思いましたので、同じ木内酒造の、クラフトジンと、木内の雫というリキュールも送らせていただきました。ジンの方は、季節柄余ってしまい廃棄を待つしかなかったクラフトビールを集めて蒸留したジンとのことです。なるほど、面白い。木内の雫は木内酒造が主力としている、日立のネストビールを蒸留し、大下るで3年熟成させたものです。以上どれも木内酒造のものとなりますが、関係者というわけでも回し物でもありませんので、あしからず笑い北海道の冬がどれほど厳しいものなのか、関東在住の私には想像もできませんが、お体に、気をつけてますますのご活躍をお祈りしております。とてもいい手紙。そして、38歳主婦ということで、珍しい女性の視聴者さん、ありがとうございます。ありがとうございます。国立女性の方でした。あー、これは男性か女性かわからない名前だった。なるほどなるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。どれからいこうかな。まずですね、まあこの辺ちょっと一口飲んでみようかな、軽く。これ同じものかな。同じものだ。アルコール度数 70%。 本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手、指、消毒用に使用することが可能です。なるほど。アルコール濃度が高いため引火する可能性があります。下記に注意してお取り扱いください。何回蒸留ぐらいしてるんだろう。ニューポットって書いてあるから回数はちょっと多い感じだとは思うんですが、3回ぐらい蒸留してるのかな、4回ぐらい行ってるのかな。飲んでみたらちょっとわかるかな。木内の雫からちょっと行ってみよう、うん、はい、それでは早速飲んでいきたいと思います。木内の雫、どんな味するんだろう、気になる。気になる ね、おしゃれな瓶。これサブローマルのニューポットと同じような瓶ですね、これ東京にね、なんか東京ディスティラリーっていうお店があるんだよね。 あった、ね、番組でね紹介されてた、やってた。あ、これもちゃんとねラミネートコルクが使われてます、あ、甘っ。あ、でもねビールの香りがする、いただきます。いただきます。あ、ビールだ。でも甘い。結構アルコール強いね。何パーセントなんだろう。でも甘いね、すごいね。甘いし、なんかこうふわっといい香りがする。このね、ふわっとは多分ハーブだね。ハーブって書いてある。はいはいはい。麦、麦芽、ホップ、ハーブ、オレンジピールも入ってるから、やっぱりそこでちょっとあのスピリッツじゃなくて、リキュールっていう扱いになってんだね。アルコール度数は 43.5。 もっとありそうなね、う感じ、うん、すごい。飲みやすいね、でもね、結構。ほんとビールがほのかにくるね、若干苦味あるぐらいだけど、これどうなんだろう。ちょっとロックにしてみようかな。ちょっと氷入れてみます。いろいろちょっと飲み方を挑戦してみようかな。ちょっと苦味が一気に出たかな。来たね、うん、うん、あー、ソーダで割るって書いてあった。ソーダ、うん、お手紙にあれ飲み方、あ、ロックや水割り等でお召し上がりくださいってこっちには書いてある、うん、うんうん、まあ、ロックだとすっきりしてるね。そうだね。どっちかというとでもこれの味を楽しむんだったらストレートの方が味わいははっきりいろいろわかるね。水割り、ソーダやってみようか。はい、それではちょっとソーダを入れたいと思います。これ
れぐらいかな。いただきます。いただきます。あーすごい。 あそうだ、うまいね。すっきりする、ね、さっぱりしてて、うっすらこの甘い、若干甘いビールの香りがするんですけど、ビールほどこうコクとかね、があるわけじゃなくて、うっすら乗っかってる感じだよ ね、うんうん、これ面白い、これ美味しい、これソーダ割り好きだな。いいね、ね、うん、これ料理にも全然合うしね。全然合う、うん、美味しい、うん、一回これストレートで飲んでみるとどういう味なのかがはっきりわかるね。そうだね、うん、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてジンです。ジンはね、ビールを蒸留してって書いてますもんね、うん、原材料名ビールって書いてますもん麦芽とかじゃなくてビールって書いてあるのがすごい。で度数はね 40%、750ml、うんうん、いくらぐらいするんだろう。ちゃんとあのコルクが使われてますね。うん、味わいが結構違うんでしょうか。はい、それではいただきます。いただきます。うん、香りはめちゃめちゃジンですね、うん、どっちかというと結構柑橘の香りですね。するね、うん、うん、そこまで甘くない香りです。すっきりした感じ。ん？めちゃめちゃすっきりしてるね。してるね、うん、甘さは相当控えめ、うん、あこれはうまいかも。これ炭酸とかで割ると相当多分すっきりしてて美味しいと思う、うんうん、あのちょっとジンが苦手な人でもいけちゃうような、いけるすっきりさがありますね。度数もそんな高くないんですよね。これ 40% なので、まあまあ普通のジンというか、だけどこうアルコール感全然ないというかね。ないし、ジェニパーベリーのこの香りもそんなに強くないというか、うん、強くないね、うん、これはなかなかさっぱり系の、うん、ちょっと氷入れてみます。なんかもともとさっぱりしてるから氷入れたらね、もっとさっぱりしてるね。よりさっぱりするね、うんうん、ボタニカルはどういうものが入ってるのか全然わかんないですが書いてないんですけど、ビールですもんね。いや、うん、そのままもうビールを蒸留してジュニパーベリーをっていうだけなのかな。それならもうこのさっぱり感は納得がいくよね。納得いく、うんうん、本製品はセイブビアースピリッツにご協力いただいた皆様からお預かりしたビールを、木内酒造で蒸留しクラフトジンとして製造しました。セイブビアースピリッツってどういうことなんだろう。あの集めたって書いてあるから、うん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 、捨てるしかなかったビールを集めてっていう、うんうん、その会社にあったものだけじゃないってことかもね。あ、お手紙に書いてあった、書いてあったもんね、うんうん、なるほど。セイブビアースピリッツいいですね。なるほど、無駄なく、うん、無駄なく、無駄なくね、うん、素晴らしい。次は炭酸入れてみます。ロックでもこれ全然美味しいですね。美味しい。これ結構好きな人は多いね。さっぱりしてて飲みやすいもんね。飲みやすい、すごく、うん、好き嫌いが意外と、分かれない、うん、うん、私万人受けする。ちょっと苦手だけど、ジンって苦手だけど、うんうん、でも全然飲めちゃう。ではソーダでいただきます。いただきます。あーソーダもちょっとさっぱりしてていいな、香りがまず、うん、飲みやすい。めちゃめちゃ美味しいねこのね、うっすらジュニパーベリーの香りと若干の柑橘感がね、ちょうどいいというか、まあ、正直じっくり味わう系のジンではないんですが、水のように飲めてしまうというかね。そうだね、ジンすごい好きな方だったら物足りないのかもしれない、うん、すっきりしすぎっていうぐらいしてるね。そうだね、うん、美味しい。ソーダで割るとなんかジュニパーベリーの香りよりも柑橘感の方が前面に出てきて、うん、なんかこういう炭酸水が売っててもおかしくないっていうぐらい、ありそう、さっぱりしてるね、うんうん、美味しい。なんか料理と一緒に飲みたい
はい、次です。次はいよいよこのニューポットを飲んでいきたいと思うんですが、ニューポットとりあえずこれはね樽フレーバー入れるんですけど、まずちょっと味見したいと思います。やっぱりねニューポットも結構味がね違うんですよ。樽に入れる前の蒸留したてってことですね。なんですが使ってるのはね、麦芽、まあ大麦、米、小麦、あとスピリッツって書いてあるか。ってことはスピリッツも足してるってことなんだね、これは後から。なるほど。だから別で蒸留したスピリッツをこれにさらに足してるっていう感じだと思います。だから多分あんまり癖のない感じに仕上げてるのかな。だからまあよく言う醸造用アルコールを足してるっていう感じだとは思います。どうなんでしょうか。いただきます。いただきます。あーなんか独特この香りはなんか米っぽい、米というかねせんべいっぽい香りがしますね。ちょっと辛みのあるせんべいの香りがする。醤油ついたよ本当に。私はねなんかねちょっと遠くの方に日本酒を感じたね。あーそうなんだ。やっぱ米だよね、せんべいも米だから、いや今一瞬にして浅草のあの食べ歩きの、ね、できるあの通りが頭にこう浮かんできた、はいはいはい、せんべい食べたいと思って。こう焼いてるなんかね。そうせんべい食べ歩きしたいっていう。いただきます。いただきます。うわこれは来るね。いやまあ70度ですから、まあ、もちろんアルコール感は来るんですけど結構まあ甘さはあるね。甘い。うん、何回嗅いでもせんべいの香りちょっとスパイシー香りがね、相当スパイシー、これはでもアルコールからくるスパイシーさですね、アルコールの強さからくる。あすごいね、くるねこれはね、まあニューポットなのでとりあえず樽フレーバー入れてみたいと思います。それでね前回はアメリカンオークを入れたんですね。あれはねちなみにアマハガンのニューポットに入れたんではなくてですね、長浜蒸留所の、ニューポットを使いました。アマハガンはね海外原酒が結構混ざってるので、またちょっと別のラインというかね感じなんですけど、こちらこれはね完全にあの長浜蒸留所で蒸留した原酒のみを使ったニューポットなんですね。ニューポットって言いながら茶色いんですが、樽フレーバーがまだ入ってます。なので今回はせっかく2本もらったので両方とも入れたいと思います。うんうん、1本ずつね、うん、そうそうそう。それでちょっとブレンドとかしてみたいなって、ね、あ面白い ね、うん、ほんと2本とか送ってくれるのがあの気が利きすぎてっていうか今回ちょっと気が利きすぎてさすが主婦でございます。でこっちがあ分かるようにちゃんと貼っとかないとダメだよねこっちがアメリカンオーク。ニューメイクもこの樽フレーバーって結構、買うとね楽しめるよね。楽しめる。相当いい出来だったよね。うんうん、ね、うん、でこれはね飲んだ感じからはピーテッドな感じではないので、あこっちはちょっと沈みがち。あでも浮いてるね。あ、まあ、こっち量少ないからか。なるほどこの量少ない方がアメリカンオークね、うんうんうん、これはねちょっと後日サブチャンネルとか生配信とかでちょっと紹介していこうかなと思います。はい、まあ1日で結構味がね出るというか、もうこれなんかシュワシュワーっともう色ついてきてる感じが。いやもう色ついてきてます、ね、なんかもう炭酸のように泡がすごい。上の方もすでに茶色く色がついてきてる。色ついてるよね、すごい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きましてこちらはね直接いただいたものです。はい、以前ねハヤテウイスキーかコンビニのやつね、あれをいただいた方から、いただいたんですが、なんとね札幌と東京から、ここの町で合流してくれて2人で来てくれたんですが、すごいよね。すごいよね。じゃ
ちゃう。これはね、僕も動画なんかこうネットでしか見たことないんですが、もしもしウイスキー作ってる場所はマルスですね。本坊酒造の信州マルス蒸留所で、販売者がウィズワン。なんて言ってたかな、海外限定なのかな、プレミアムブレンデッドジャパニーズウイスキーと書いてます。うーん、はい、まあ、ちょっとこれ調べてみよう。うん、うん、はい。なんかね、うん、怪しさ満点のウイスキーだっていうことは分かったんですが、一応本坊酒造ってなってますけど、本坊酒造もですね、まあ、作ったのが本坊酒造ってだけで、多分本坊酒造蒸留のものではないんじゃないかという感じです、調べた結果ね。だからまあちょっと海外の怪しい謎ウイスキーの類だなっていうのははい、まあ、調べた感じでは分かりました。うん、製造者が本坊酒造とは書いてますけどね。うん、でちなみにここパッと見ね、20って書いてるじゃないですか。どう見ても20年熟成なのかと思いきや、うん、これは20周年ということみたいですね。なるほど、うん、20年熟成ではないです。ちなみにね、騙されそうだね、うん、なんかもともとちょっと怪しい、海外サイトもあったみたいなんですが、もう1800年代から、ウイスキーを作ってましたみたいなね。それも今はね、なくなってるみたいです。謎ウイスキー、開けるところがないそこも謎なんだ。そうそう、あったあっただから日本ではもともと売ってなかったみたいだけど、まあ、一応逆輸入みたいな形みたいですね、これは。うん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 、はい、それでは味見していきたいと思います。あ、一応コルク、あ、ラミネートコルク、ラミネートコルク、最近本当ラミネートコルク多いね、うん、多いね。あ、本坊酒造だからか。本坊酒造は全部最近はラミネートコルクですね、うんうん、よいしょ。はい、それではいただきます。いただきます。うん、あれ、香りは何も感じないんだけど、なんか爽やかだよアルコール感もなく、あれ、鼻バカになったかな、あれなんかね、爽やかな香りがするよ。いや、爽やかな香りするね、ちょっとね、アルコール感が強いな。でもそうだね、ね、うん、あ、なんだろう、ちょっと草っぽいしかもあのイグサとかじゃなくて緑の草っぽいなんだろうこの味あ、結構アルコール感あるね。あるある、うんうん、ちなみに度数はね 40%、 ちょっと嫌なアルコール感があるね、うん、なんか、うん、結構きついかな、きつい、うん、口に残るアルコール感、残るね。でやっぱちょっと緑の草っぽいかなあ、そう、うん、草というかね、ちょっとキュウリというかね、緑の感じいや、とにかく緑の感じがする、うん、キュウリ食べ過ぎてるかな最近最近ね、キュウリ食べてるからね、よくね。そうだね、うん、だからかな緑かあ、これはちょっとストレートで飲むものではないかもしれない、うん、そうだね、うんうん、早々にちょっと冷やしていきたいと思います。はい、それではロックでいただきます。いただきます。まあ、ストレートよりはいいかな、個人的には。うーん割った方がいいかなちょっとソーダでもあります。そうだね、うん、ソーダでもあります、はい、ちょっとソーダ多めでね、これはね、うん、割った方が美味しいか、割った方が美味しいね、うん、美味しいかどうかわからないけ ど、ね、割った方が飲めるねうん、うん、もう割れば全然、もうソーダで割っちゃえば全然いけます。しかも結構ソーダ多めですからね、ソーダ多めがいいかな、いいね、うん、うん、いや、ソーダって偉大だな、なんかすごいね、何でもいけちゃう、うん、まあ、もしもしウイスキーちょっと気になる方はね、参考になったじゃないかなと思います、はい。まあ、僕もね、なんかテレビかなんかで見たのか、
ネットで見たのか覚えてないんですが、もう何年か前 あのジャパニーズウイスキーの海外人気みたいなテレビ番組で海外のバーのバックバーに並んでたような記憶がなんとなくあるんですよね。それで見たのか。じゃあ結構前からあったのかな。結構前みたい。2013年って書いてあったかな。あ、そっかそっか、多分在庫が今逆輸入されて日本で売ってたっていう感じなのかな。まあ割っちゃえば全然いけます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして、続いてはね、こちら、あ、結構軽い天然水って書いてます。なんとこちらもね、今気づいたんですけど、茨城県から。はい、ね、あれさっきも茨城県、そう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 こんなことあるっていうぐらい、ね、本当だね、びっくり。何市って読むのかよくわかんないけど、市は違うところでした。はい、お手紙を、まずじゃん、トマーチン12年、古いやつです。80年代かなこれ。じゃん、ゴールドカップウイスキー。はいはいはい、飲んだことない初めて見た。初めてです。そして以上かな。以上っぽいですね。それでは手紙を読んでいきたいと思います。はい、背景クロスロードラボ様、いつも楽しく動画を視聴させていただいております。いきなりの荷物の送付をお許しください。クロスロードラボ様の動画を視聴させていただいてから、より一層ウイスキーへの興味が湧き、お酒専門店に通ううちオールドボトルに興味が湧き、すっかり沼にはまっております。オールドボトルにはまってるんですね。休日はよくドライブ、キャンプに行くのですが、旅先でオールドボトルを探すという新しい趣味ができ、いいですね。より一層楽しくなりました。僕もやってます、はい先日とある酒屋に寄った際、珍しいオールドボトルを見つけましたので送付させていただきたいのと、9月に群馬県、何恋村って読むんだろう、ちょっと検索します。何恋村、難しいこれ。調べました。妻恋村って読むんですって難しいよね、すごい難しい字。妻恋村にキャンプに赴いた際、見つけた自由ウイスキーを送らせていただきます。ああ、今現行品なんだ。動画のネタになれば幸いです。これからもますますクロスロードラボ様のご活躍を願っております。追伸、妻恋村の酒屋さんの情報によりますと、ゴールドカップウイスキーは2年ほど前、限定2000本ほどでブルーラベルという商品が発売した後、ホワイトラベルも2000本限定で発売したそうです。10年ほど前まで三保酒造様ではウイスキー部門があり、その頃の原酒を使用しているとのことでした。不明瞭な情報で申し訳ありませんが、お役に立てば幸いです。三保酒造様、ホームページが出てきましたね。茨城県在住、20代男性の方でした。あ、なるほど、 YouTube ID フラディオさんですね。よくあの生配信の時にコメントくれる方ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。フラディオさん、まあ、友達はちょっと安定の友達なのでちょっと置いていきましょう、ゴールドカップウイスキーは三保酒造さん、群馬県って書いてますね。謎ですね。そしてパラフィルムが巻かれている、素晴らしい。今ちょっと気づいてしまったんですが、はい、この瓶ね、ちょっと戻そう。この瓶、長浜の瓶と同じですねそれあの、出てきた瞬間に、長浜と似てると思いました。思うよねこれキャップとコルクの違いがあるんですけど、実はこの瓶ね、まだ僕はいろいろ発見してて、ちょっと待っててくださいね。はい、以前いただいた奥多摩ね、これ奥多摩も一緒なんですよ若干ね、これ瓶の種類が微妙に違うんですよ。裏見るとこの製造番号の、ね、種類がちょっと書いてあるんですけど、若干違うタイプね。パッと見同じだね。パッと見同じ。そしてですね、以前あのちょっと大人気、うちのチャンネルでも人気になった朝倉、これ同じ瓶なんですねすごい、この瓶かなりいろんなところで使われてるんですね。すごい、すごい ね。これもちろんあの全部違う会社です、はい。三保
これは、滋賀県ですね、長浜だから、うんうん、こちらは熊本ですし、こちらは福岡こうやって並ぶとちょっと圧巻ですね。面白い。このシリーズちょっと集めていけるんじゃないかなそうだね思っちゃう。はい、それでは飲んでいきたいと思います。ここのちょっと瓶を作ってるとこ人気ですね。なんて会社なのか。大人気だ ね。もうここまであの共通した瓶が使われていると今度この瓶を作ってる会社が気になっちゃいますね。ね、いろいろとね、そうそう、なんてとこなんだろうっていう、うんうん、はい。そしてですね、なんと今裏を見るとですね、これあのモルトと書いてあるのでモルト原酒のみですね、うん、まあ、ブレンデッドモルトともシングルモルトとも書いてないので、うん、一応 ST って書いてあるんですがシングルモルトの略ではなさそうですね、うん、ST は何の略なんだろう。飲んでみましょう。行きましょう、はい、いただきます。いただきます。あれ、かなりアルコール感が強いような気がするんですが、うん、強いね香りはね、うん、一気にこう来るとツンとツーンという来るねあんまりこう樽由来の香りとかは感じないんですが、うん、ちょい甘、うん、甘いけどあまりこう個性があまりないかな、うん、ちょっとでもビターだねかなり、うんうん、アルコールの感じが相当、若いのかな。若いんだろうね。アルコール強いね。強い、相当口に残るね。まあ、さっきほどじゃないけど。そうだね、これ入れよう。入れよう、うん、はい、それではロックでいただきます。いただきます。ちょっとでもリンゴっぽい香りはするんだけど、若干青リンゴというか、あんまり強く嗅ぎすぎるとちょっと麦芽香が相当するけど、そうだね、まあロックだとまあまあまあ、うん、そうだね、うん、少し逆に甘みが出てきたぐらい、うん、あのアルコールのネガティブ感が逆に抑えられ少しこう青リンゴ感みたいなフレーバーが出てきました、ね、美味しさがちょっと、ね、逆にちょっと出てきた感じがありますね。あんまり個性ないのかな。あんまり個性ない。でもね、若干この水ならの甘さみたいなの感じるんだけど、 なるほどなぜか。なるほどね、うん、甘さだけね、お香のようなとかじゃなくて、水ならの樽の甘さ、まあ、ちょっとこれは気のせいかもしれない炭酸で割っちゃおう。割っちゃいますか、はい、万能なね、万能な炭酸でねいただきます。いただきます。うん、うまい。炭酸で割るとね、割とうまいちょっと炭酸入れすぎちゃった、うん、入れすぎた、うん、うん、さっぱりしてる。そして若干ほのかに口の中に残る甘さが、ちょっとリンゴっぽい甘さが意外と美味しい。これはもうハイボール向けとしては割といいんじゃないかなと思いました、うんうん、値段ちょっと分かんないですけどね、うん、それでは次です。次はね、これ友達12年なんですけど、この感じは80年代です。ああ、もろ80年代ですねこれね、まだね YouTube 見たら CM が残ってますね、日本の。うん、まあ、もちろんですね、あの宝酒造がこのトマーチンを買収してるので日本の企業なわけですね。あ、そうなんだ、これはあの僕は飲んだことあります。なので、ちょっと懐かしい感じがするんですが、トマーチンって割と美味しいですねこの当時はあんまり記憶ないですけど、まあ、もちろんリアルタイムで飲んでたわけじゃないんですが、80年代後半にね、トマーチン初めてかも、私飲むの。あ、ほんと、うん、あ、なるほど、すいません、これブレンデッドウイスキーでした。モルト&グレーンって書いてますね。そうなんだ、なるほど、スコットランドのハイランド地方インバネシーの、南に
私たち友達村はあります。私たち、地名はゲール語で、ヒースの茂る丘、植物ですね。豊富なピートと清涼な気候に恵まれた土地です。私たちはここで500年以上も前から蒸留を続け、現在スコットランド最大のモルトウイスキー蒸留所を持っています。トマーチン12年はモルトもグレーンも12年以上貯蔵した、一品。濃厚なピートの香りとライトな舌触り、その豊かなハーモニーをお楽しみください。そうか、ブレンデッドなんだ。はい、それでは飲んでいきたいと思います。はい、これ宝酒造って書いてあるので、宝酒造があのトマーチンを買収したのは1986年のはずなので、でしかも特急表示が書いてあるのでね、86年から89年の、ウイスキーだということが分かりますね。へえ。はい、どうぞ。はい、ブレンデッドだったんだ。これはちょっとびっくりしました。いただきます。いただきます。あ、いい香り。香りいいね。もうあのこのゴールドカップの後だからね、うん、もう衝撃を受けるぐらいの芳醇さ。いい香り。めちゃめちゃいい香り。フルーティーだよね。すっごい。あー、美味しい。美味しいけど、ちょいアルコール感はあるけど。ちょっと蜜っぽい甘さがあるある、うん、意外と甘いね。甘い、うん、香りは結構フルーティーな感じだったんですけど、飲むとかなり、蜂蜜のような甘さがね、結構口全体に広がりますが、まあ、そこまで重くなくて、まあ、ミドルボディというかね、うん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 、ちょっとの加水だけで良さそうな感じがするね、うん、ちょっと加水してみよう、うん、このアルコール感が少し加水でね取れればすごいいいんですが、結構モルト原酒強めなような、多めのような気がしますね、うん、うん、だいぶ和らぎました。もうちょっと入れてみようかな、うん、結構多めでもいいのかもしれない。いいトワイスアップぐらいがちょうどいいかも、ね、そうだね、うん、これでも炭酸いいね、絶対いいね、美味しいと思う。ちょっと炭酸でいってみたいと思います。ちょっとすっ飛ばしてね。それではいただきます。いただきます。もうちょっと足そうかな。かなり甘さが残りました、炭酸で割ると。ちょっとこう口に残る柑橘感というかあるね、うん、割とこう炭酸で割っても個性が残るね、だいぶ、うんうんうん、アルコール感は全然ないんですが、うん、いやでもちょっとこの極端にやったらちょっと昔の味がするね。懐かしいようなね。そうそうそう、なんかノスタルジーな味がするっていうかね。ありがとうございました。ちょっとありがとうございます。ネタにさせていただきます、はい、今日はまあこんな感じだね、はいはい、何かしらの、ね、参考になればいいと思いました。送ってくれた方々ありがとうございます。ありがとうございます。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルとゲームチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。バイバイ。